学校を卒業する頃のスゲは、エマーソン謎の好きな、なんとなく哲学者らしい落ち着きを持った青年になっていった。それに、クリスチャンとしての信仰も、この人のはすごく自然であった。足立はまた、盛んな気性の青年で、キリスト教主義の学校の空気の中にありながら、卒業するまで未信者で押し通したということにも、一つの見識を見せていた。いよいよお別れだね。捨て吉は、二人の友達と互いに言い合った。スゲは築地へ、足立は本郷へ。いずれも思い思いに別れていった。16歳の秋から20歳の夏までを送った学僧に離れていく時が捨て吉にも来た。荷物や本はすでに田辺のおじさんの家の方へ送ってあった。彼は風呂敷包みだけを抱えて丘の上に立つ一群れの建物に別れを告げた。一番高いところにある寄宿舎の塔、食堂の廊下の柱、よく行った図書館の窓、教会堂の様式と学校風の衣装とは塩梅して、それを外部に直立した赤レンガの円筒に結びつけたかのような、灰色な木造の講堂の側面。あだかも植民地の村落のように三棟並んだ、アメリカ人の教授の住宅。その鱗型の板壁の見える一人の教授の家の前から、滑らかな丘の地勢に沿うて、学校の表門の方へ弧線を描いている一筋の小道などが、最後に捨て吉の目に映った。捨て吉は表門のところへ出た。幾株かの桜の若木がそこにあった。その伸びた枝、生い茂った新しい葉は、門の脇に住む小遣いの家の屋根を覆うばかりになっていった。捨て吉は、初めて金ボタンのついた学校の制服を着て、そのあたりを歩き回った時の自分の心持ちを思い起こすことができた。あの爵位の高い、美しい未亡人に知られて、一躍政治の舞台に上がった貧しいジスレイリの生涯などが彼の空想を刺激した頃は、この桜の若木もまだそれほど伸びていなかったことを思い起こすことができた。四年の月日は、親しみのある樹木を変えたばかりでなく、捨て吉自身をも変えた。なんという濃い憂鬱が、早くも彼の身にやってきたろう。そして、過ぎ去った日の落味を儚かなく、味気なく思わせたろう。風が来て、桜の枝を揺するような日で、見ると、門の外の道路には、可愛らしい実が、そこここに落ちていた。おう、こんなところにも落ちてる。捨て吉は一人で行ってみて、一つ二つ拾い上げた。その昔、国の山村の方でエノキの実を拾ったり、カシドリの落とした羽を集めたりした日のことが彼の胸に来た。思わず彼は拾い上げた桜の実を嗅いでみて、おとぎ話の情緒を味わった。それは、若い日の幸福の印というふうに想像してみた。捨て吉に言わせてみると、自分らの前にはおおよそ二つの道がある。その一つは、あらかじめ決められた手本があり、踏んでいけばいい先の人の足跡というものがある。今一つには、それがない。何でも独力で開拓しなければならない。彼が自分勝手に歩き出そうとしているのは、その後の方の道だ。言い難い恐れを感じるのも、それゆえだ。心の戦いの結果は、
てきめんに卒業の成績にも報いてきた。学校に入って2年ばかりの間は旧の首席を占め、多くの教授の愛を身に集め、しかも同級の中での最も年少な者の一人であった彼も卒業するときは全くの不思議に終わった。ビリから3番目ぐらいの成績で学校を出ていくことになった。しかし彼はそんなことは頓着しなかった。他の学校に比べると割合にいい図書館があり、自分の行く道を思い知ることができ、それからまた菅谷足立のような友達を見つけることができたというだけでも、この学装に学んだ甲斐はあったと思った。新しい世界は自分を待っている。その遠くて近いような凝望をまだ経験のない胸に持って、捨吉は半分夢中で洗礼を受けた高輪の通りにある教会堂からも、初めて茂子や田の子に会った浅見先生の旧宅からも、その他種々様々のしくじりと後悔と恥ずかしい思いとを残した4年の間の記憶の土地からも離れていった。